はい、井田ひろてると申しまして、現在セールスコピーライターとプロモーターをしております。長くこのインフォ業界に携わってるんですけど、なかなかまあ売上が横ばいで爆発的に伸びるみたいなきっかけがなかったので、まあ、こういう環境に入って自分を刺激与えたいなと思って入りました。はい、後藤さんを知ったきっかけは2年前ぐらいにですね、広告でプロモーションライティングというのを見つけて面白そうだなと思ってメルマガ登録はしてたんですけど、まあ、そこから説明会とか全然参加をしてなくて、まあ、メルマガを2年間ぐらい見続けるということをずっとしてまして、でたまたまですね、知り合いのコピーライターの方が、まあ、プロモーションで大きく売り上げを上げている方が後藤さんの塾の講座生だったということで、まあ、僕もここに入ったら売り上げが大きく伸びるんじゃないかと思って入りました。もともと年商1000万ぐらいだったんですけれども、それが倍の年商2000万ぐらいになることができましたし、関わるプロモーションですねの売り上げもですね、数千万から億を近く売り上げられるようになりました。後藤さん自身、自分で講座をやりながらプロモーションをやられているということで、まあ、自分でやりながら自分でも書くというところの、まあ、経営者としての動きだったりとかが、まあ、自分と重なる点が多かったので、まあ、業界の先輩としてその動き方、まあ、アクティブさっていうのをすごく刺激をいただきました。まあ、新しいプロモーションに入るたびにご相談させてもらってたんですけれども、まあ、そのたびにそこに使えるテンプレートだったりですとか、参考になるコピーのスワイプっていうものを共有していただいて、すごくですねアイデアを一緒に考えてっていうところで勉強になりました。いや、全く思っていなくて、で実際入って後藤さんを生で見た時に、後藤さんのこうエネルギッシュな部分っていうところに大きく刺激を受けて、自分を想像を超えるぐらい行動できるようになってました。はい、もし1年2年やられてて自分の現状に変化がないなというふうに思われているのであれば、まあ、一つのきっかけとして後藤さんの講座を受けるっていうのはすごく刺激的な期間になるかなというふうに思いますので、まあ、そういった方はぜひ参加されてみたらいいと思います。